額に関する問題です。選択肢から正しい回答を一つ選んでください。ショービジネス界一番の働き者と呼ばれたファンクの帝王は、正解はジェームス・ブラウン。リック・スプリングフィールドの出身国は、正解はオーストラリア。映画監督スコセッシが映画化したザ・バンドの解散コンサートといえば、正解は Last Waltz。 イーグルスの Take It Easy をグレン・フライと共作したのは誰？正解はジャクソン・ブラウン。ザ・ビートルズの楽曲「Hey Jude」はポール・マッカートニーがある人物のために作った曲です。その人物とは次の誰でしょう。正解はジュリアン・レノン。ザ・ロネッツの Be My Baby、 ライチャス・ブラザーズ、振られた気持ちをプロデュースしたのは、正解はフィル・スペクター。バンド10 Years After のアルビン・リーの奏法は何と言われた？正解はマシンガン。ヒッハー。 Question。 Virtual Insanity などのヒット曲を多く持つジャミロクワイは誰によるプロジェクト？正解は JK。 1983年、 True を大ヒットさせたバンドは、
Time up! 正解は、Spandau Ballet。1968年、エリック・クラプトン、ジンジャー・ベイカー、スティーブ・ウィンウッドらが結成したスーパーグループとされたバンドは？タイムアップ。正解は、ブラインドフェイス。バークリー音楽大学出身で、後にフランク・ザッパのバンドに加入したギタリストは？タイムアップ。正解はスティーブ・バー。ステージ上でコウモリを噛みちぎるパフォーマンスをしていたのは？タイムアップ。正解はオッジー・オズボーン。ACDC の2016年のワールドツアー中に急病となったブライアン・ジョンソンの代役を務めたボーカリストは？タイムアップ。正解はアクセル・ローズ。Hope to see you again soon on Music Quiz.